それは。あ、じゃないか。しゃあ、待ってるカメラ。待ってます。やるか。よろしくお願いします。どういう入り？2日目やっておりました、はい、クイズ正解は1年後インプレミアリーグー、よいしょー、始まりました、よいしょ。これはやりたかった、私はずっと、はい、はい、ありがとう、はい、っす。熱量の差がすごい。もうさらにゲームの方に使ってましたでしょ。進めて進めて、動画上がってます。まあ何をやろうかっていうとね、はい、クイズ正解は1年後って知ってます？もう最高の企画じゃないですか。そうなんですよ。どんなんでしたっけ？この芸能人がね、この1年間でこういうことあるんじゃないかと予想して、はい、で、あの1年後にこうやって蓋開けてみたら、実際あったね、うん、なかったね、で、うん、当てて楽しい。きた、それをプレミアやろうってんだ。これやばいっすよ、マジで。そうなんだよな。プレミアリーグなんてよ、もう最初に言いますよ、うん、絶対当たんないっすよ。絶対当たんないことしか言わないから。もう当てれるっちゃ当てれることあるじゃん。はい、確かにスターシティ優勝とか。あ、そうですね。ありがち。はい、はい。ありがち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 でいいっすか？ありがち。最高、最高。あ、ちょっと、時間合わない。どれだけ聞いてる？どれだけ10年ないんだから。おい、うるせえよ。マジ、ぶっ飛ばすぞ、お前。20年。マジで。お前、来た。お、来た。うるせえ。テンポ悪い。いや、というわけですよ。なんかレギュレーションあるんですか？なんかルールとか。まあ、ルールはもうないね。お、来た、フリースタイル。とにかくひたすら、こんなことが、この1年間起こり得るんじゃねえのみたいなのを書く。はい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 。まあ、でも、どんなんでもぶっちゃけいいです。いいんすか？言ったら、起こりそうなことを書いてもいいし、絶対んだろ、バカかよってやつを書いて当てるのもまたロマン。じゃあもう1個目いいっすか、俺。どうぞ。え、ど、エメリー会長。会えよ。会えだろ。今の調子どうでしたっけ、エメリー先生。いや、でも、ちょっとね、ちょっとなんか、わかんないけど、結構、でも、これは根拠あるんじゃないかなっていう。ボケじゃないし。でも、こういう感じですよ。だからね。まあ、言ってたこと。だから、チュートリアルとしてはちょうどいい。ちょうどいい。ちょうど、まあ、このぐらいの熱量のやつを、まあ、中央線とします。あ、なるほどね。こっから、現実にあるか。はいはい。トッピか。なるほど。もうその現実的でもいいんですね。で、現実的だと1年後開封した時に上がっても、はい、もうやるよ。ああ、いいね。加点はちょっと低めになるよ。なるほど。こんなのあるっていうのが無茶だったらもう一発でしょ。ああ、一撃ピング出たら穴5個だけバンバンバン。一撃優勝、球投げても、はい、ありそうなみたいな球投げても、はい、いい。オッケー、やりましょう、やりましょう。味方中、オッケー、始めろ。よいしょー。まあ、ある程度順番は、まあでも、まあ、もう、ちょっと整備したいですか？はい。はい、どうぞ。じゃあ行くね。はい。はい。CR7 期間。いや、ないだろ！ない！ないだろ！ない！ないでしょ！どこに？もう一回ユナイテッド。ないでしょ、そんなの。全然まあまあ喧嘩したっしょ。え、来れんの？逆に。メンヘラすぎるでしょ。友達同士の喧嘩で帰ってくるか？冬に CR7 期間を。あ、お前、カン、カンしてかけ。まあ、確かに。まあ、飛距離。でもゼロじゃないですよ。いい飛距離。でもこれ当たったら、あの、もう優勝、優勝。そう、マジであるかもしれない。あ、確かに、確かに。ゼロパーじゃない。去年で言うと何だろうな。そういうの予想外。いつもチェルシー12位とかね。ああ、そうだね。あれ当ててバーン行ったら気持ちいいっすよ。うん、気持ちいい。確かに。チェルサポには申し訳ないです。申し訳ない。みたいなことだ。確かに。ちょっと言ってるから飛ばしてけどね。いや、俺はありそうと思ったけどね。お前的に何パーぐらいだ。いや、俺的にはまあ3パー以下だ。ねえだろ。だって、令和さん結構あるの書いてるでしょ。言ってやるぜ。はい。俺これで、あるのよ、絶対。ほらこういうの、こういうの。あー、ちょっといいですか、ちょっと似たような感じだったんで。あ、どうぞ。ヌニス17ゴール。ありそう !17 ありそう !17 がこれピンポイントすか、ピンポイントで決めに行きやがったな。え、でしょ、そっちの顔しない。当たったらでもありそう、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 ありそう。え、この点なんすか、この回答は。ちょっと普通すぎたな。ちょっと、どんどん行くわ。どんどん行きましょう。プレミアリーグですか、プレミアリーグ関連でもいい。まあ、サッカーだったら何でもいいから。これ結構ね、50% ぐらい。お、高いね。結構高い。これ多分当たるでしょって。結構ポイント少ないですけどね。当たるじゃない。まあ、そういうのも大事。はい、こちらですね。はい。浦和レッズ、シティを苦しめる。浦和が一番強い。あの、ホームの雰囲気とか。そうそうそう、絶対1点目。強いね。なんで J だと勝てないの？クラブワールドカップあるあるやろ。確かに。チームと日本のチームが当たった時あるある。そう。じゃあ次いきます。はいはい、三笘、はい、シティ行く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 行かない。まあ、もうこれは行かないんじゃないですか。行く行く詐欺がある。
るよってことだけど、なるほどね、日本人全員が振り回されるよってことだ、はい、いや、いいね、だからパラシュート鎌田みたいな、そう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 、で、噂のかけらもなかったら得点だし、なるほどね、振り回されれば、はい、得点ですね、あー、なるほどなるほど、じゃあ俺行きますか、はい、じゃあすこれもね、マジでありそう、ありそう、ちょっとポイント低いかもしれない、はい、OK、 行きます、はい、アーサル4試合連続退場勝負、いやもうええってもういいってこれあるでしょ、かっこレッドカードの人だいぶね許しなってるからあるよ4試合連続は4試合はなかなかない、うん、4試合連続退場で、ね、これは両カメラ壊す壊すはいかないでしょ、蹴るとかじゃない、いやもうあれよ、蹴らない、兆候出てたからね、この前のユナイテッド戦で蹴ろうとしてたからね、根拠ある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 よ、根拠頭からあのバイブル出せるから、じゃあこうじゃないですか、え、ネットニュースネット根拠だこれは、はい、もう外れろ、サラ、サウジ、いやこれやべぇ、当たっちゃったら悲しいですよね、怖いわ、今季の一番みんな気にしてるところね、トダバってあるからね、これはでもちょっとガチ当たったら先輩ちょっとこれやったなぁ、令和になるかもしれないですよ、これカットで結構ありそうっすね、その繋がりで、はい、これちょっとだから来シーズンちょっとあるかもしれないです、あ、なるほど、はい、その辺噛む感じ、はい、シティ新セカンドユニがダサい長尻合わせに来る7割くらいで来ると思ったよちょっと待って、しかも繋がりどこ今日あったら悲しいなっていう、はい、怪我関連、坂の負傷、いやこれは悲しいわ、いい加減来るで、何試合連続出場中だ、すごいよね、80試合ぐらいでしょ、83試合連続とか、すごい、やばい、合わせる記録、しかもただ出てるだけじゃないじゃん、そうずっと休ませて、合わせる関連でいいですか、じゃあちょっと、トロサールスネルこれちょっと可能性あるんですよねもうすでにだよ、もうすでに可能性あるよね、全然なんで出さねえんだね、あれだと衝突みたいなの、トロサールスネルみたいなこれも 90% くるんじゃないかな FP サカーめっちゃ弱いもうこれもそうでしょ、めっちゃあるわ、いい加減強くしてほしいんですよ、本当にある、ちょっとドリブルできる小僧だから内径でいきます、はい、グリリッシュ、はい、いやいや腰回りついてねみたいなあれみたいな、パッてなのにやや太ったな、そう令和さん基準でしたからいや何でもポイント作れるでしょ、世間が太ったなってこう広がったらね、ちょっと尺度を変えて、はい、お、いいね、角度じゃなくて尺度ね、尺度じゃあこちら、はい、令和チャンネルプレミア関連の動画で炎上、うわついに来るかついに来るか、めっちゃありそう、めっちゃありそう、でもいいね、いやどう、炎上を炎上と思わなければ炎上じゃないじゃ俺次第、俺次第こんなのいつもだから、いつもだから、そうか、俺が炎場じゃないわよ、そうっす、ちょっとでも俺もレワさん関連で、おいいですね、レワさん解説デビューないでも当たったらこれ勝ちでしょ、強い、レワさん当たったらやばい、いや俺当たったら勝たせないためだけに断れ、いいです、負けたくないんだ、いや、今日レオさんやんのボーマスさんに取ってたのレオさんやんのお前先にやるわけねえだろ、なんだろレオさんフットボール後釜なの、体調不良ボーマスさんみたいな、レしか被ってねまた令和さんになるんですけど、おーよこれ当たってほしくないですけどね、ちょっとでもやっぱ令和さんのためにちょっと聞きたいな、界隈のために、うん、令和さん、ポンピーさんと揉める、揉めねえだろなんでだよどこだろ、界隈のためだろ、コアロー飼ってるやつと揉めるわけがないありえないんだよ、コアローさんとはマッチあるかもしれないけどポンピーさんは内径、内径、内径、ハーランド、はい、髪切る、あー、ちょっとね、もういいんじゃない、あー、なるほどね、どうしそうですよ、確かに確かにだいぶ伸びてる、マジでそれはあるっすわ、普通にいきます、はい、サウジョビッグプレイヤーみんな帰ってくる、ああ何これ、どういう顔だどういう顔だそれ、伊藤伊藤なんだろ、悲しそうだろ今季のうちにそれが起こるかみたいな、いや可能性はね、なんかちょっと薄いかな、いや薄いっすよ、好奇心があるまだこうじゃない、じゃあいいっすか自分、伊藤持ってる湯に全部切れなくなる、あれそう、これあるでしょ、今何枚切れんの、
いやもうでも結構数少ないですよ。ハーランドはもう来てない。お前ハーランド最近だろ来たの。気づいたら全然ユニ気づきなんかモンジャマカみたいなのが分かる。次僕いきます。はい、まずあの両カメラ怖さ関連ですね。はい、人漏らす。あーありそう。ありそうだ。ありそうだ。マジであるとこれあるだろ人としてと。俺はあるから俺は漏らしそうで言ってんだけど尊厳がありそうだ。あるよ俺。ありそうじゃない。尊厳あるこれあるっすよね。言っちゃえばショーも大も全部あるっすよね。だから尾田しようと思ったらビチビチ。あ全然ショー 80% 第 70% ぐらいだった。配信とかでさトイレ行くじゃん。行くね。帰ってくるじゃないですか。来るね。パンツめっちゃビチビチだった。何言ってんなお前。切ったね。お前じゃあこのソファじゃあ合格じゃんもうこれ。もう正解じゃん。あやべ PK 先輩だ急いで行かなきゃ。ビャーすごい戻ってきた。あー出てる出てる。あれお前マジトイレに雫落ちてるからね。伊藤漏らしてるでした。漏らしてる。でも伊藤関連でいきますか。はい、どうぞ。伊藤、配信中に4回勃起する。どうやって今後配信で立ったらこれ声優の字書いてる。プレミア何も書いてない。電話チャンネルくらいから、なんか道を外したら。一回やろう。一回やろう。一旦戻りますか。はい、じゃあ、私。これは、あると思います。ライス、治らない。あー治らない。まあちょっと意外とね治らない。なんか2年目に期待しようみたいな空気ちょっとあるかもしれないですね。今年中に治んのかな降りてくるの。ブリハバーブリハバー今までとのちょっといいですか僕も。リバプール CL 券ゲット。これでもうポイント稼ぎたいな。じゃあもうちょっと関連して、はい、ハバーつ治らない。ちょっと待ってお前マジで。おい治るの字をさ病気の方字だよお前。治すこっちだろうかお前。直にしろ直に直にしろお前。こちらでございます。はい、はい、三笘、はい、ドリブル突破する。3位。あ3位か。ちょうど3じゃなきゃダメですよね。もちろんね。もちろんちょうど3。いやこれ綺麗だったらかっこいいっすね。いやこれかっこいいわ。と思うね。ちょうど3はかっこいいっすね。これ三笘の3ね。これあはい、ちょっと一個ずれちゃったんですけど、ハバーツ関連でいいですか。ちょっとやっぱ俺ね、グーナーとして治らないって言われるのは、やっぱ不服なんですよ。あ、ここで対抗か。はい。ハバーツ笑う。笑う。まずは、まずは笑う。笑う。笑う。ハバーツ関連で。ハバーツでハバーツ。ハバーツがいいね。はい。日本、ドイツに 4-0 で勝つ。おー、なるほどね。4-0 で勝つ。これが攻めたね。攻めてんだ。攻めたね。ドイツだって。そうね。ちょっと代表関連でいいですか。お願いします。1年後ですよ、マジで。1年後のユーロ。おなんだかんだあって、マグワイアはスタメンであるの。健在。これも健在です。落ちない落ちないです。まだ落ちない。ここは落ちない。1年後落ちない。いや、むしろ、上げてきてる。やっぱマグワイア師匠みたいな。これ結構実績込みの。そうだから。だから別にポイントで少ない。はい。お願いします。ユーロ、イングランドが優勝。うわ、嬉しい。これは嬉しいね。当たったらね。でもさ、もうユーロとか言ってたらさ、この動画いつ振ったか話して。確かに。もう、言いたい方だよね。そう。あってほしいなぁ。もう、ただわらとやってるでしょ。でしょ。でかい回で発表するの楽しいね。俺も願いですね、ちょっと七夕。ああ、七夕。七夕です。七夕フリップいっとく。やっぱグーナーとしての思いを改めてちょっとやっていいですか。それはやった方がいい。令和さん正式にグーナーって。うわぁ。やっぱ俺アーセル好きだわって最終です、言ってるみたいな。でも俺、この間周回 UP 弾いてる時にプレミアリーグバーン出てきて、おっしゃーみたいな、当たったーって思ったら、ビガール出てきた瞬間に、俺はグーナーだって。その瞬間のスパーズに対する憎悪の総量だけだったら、マジでグーナーこれだった。じゃあもう正解にしよう。瞬間的にグーナーになる時あります。なるほどね。いや、でもありえんのかな。いきます。はい。リバプール対マンチェスターシティ。はい。4対1。うわぁ、なるほど、もう、そういう当て方。いやー、これはね、あるよ。逆41シティはあったもんね。41シティはあったんだけど。ああ、そっかそっかそっか。帰ってくるよ、あいつら。これ、ちょっと帰っとこう。あ、わた活躍。わた活躍は。わたね。わた活躍追加ポイント割ります。え、追加ポイントですか？わた活躍書いたらわた活躍しなきゃダメですよ、これ。ダメですよ、それは。じゃあちょっと日本人関連でいいですか？お願いします。富安でいきますね。富安。富安の自伝、起き上がる発売。何度でも起き上がるっていう富安自伝が発売してるという確かにライバルが出てきてもはい、はい、これがですね、9万部本屋大賞受賞すごいこいつ狙ってんだよ自伝書くか富安ついにだって三笘が最近でしか自伝かなんか本出しましたああそうなんだ OK はいはいできましたはいじゃあお願
これでます。本気ありそうな自伝。はい、自伝。え、富安の自伝。俺は富安。いやー、そんな攻めるか。俺は富安。俺は富安ないっすか。ちょっと待って、富安の自伝シーズン俺も行かないから。ちょっと待って。はい、来ました。富安の自伝。はい、こちらタイトル、こちら、はい、再生リバース。いやー、痛い曲じゃないですか。ニュニュルボね。え、ニュルニュルリバース。そんな VK でしたか、富安さん。そんな VK。 完全に起き上がり引っ張られた。俺結構ね、起き上がるよりこっちかなっていう。結構当てていますよ、俺。富安さん自転当てしてる。存在証明。この4文字か。また系で。そう。他の曲で絶対あるもんな、存在証明。再生リバースもあるじゃないですか。確かに。じゃあまあ、プレミア基本に戻って、はい、はい、こちら、チェルシー12。いやお前、エッジが効いてるよ、お前。いやいやいや、それはむしろ、頑張ってくれと。いやいや、どの目線なの。高得点狙いに行って12。そうそうね、まあ本当は良いね。本当は当たっちゃうから、4位とか書いてある。なるほどね。外して12。外して高いと。無理だから、そんなわけあるか。で、加点狙ってそうそう。ではでは、では別にミスとかは一切ない。ないないない。あ、よかったよかった。どうすか、リアさん。じゃあ俺見ますね。はい。ハーランド。はい。またハーランドね。はい。ハーランド。すっげえオンゴール決める。あー、すっげえオンゴール。いや、ちょっとわかるな、なんか。クリア、ババーン、ドガーンみたいな。そのシュートも早いんかいみたいな。そう、でもありそう、ありそう。それありそうっすね。すごい。王子合わせハットトリックみたいな。王子合わせみたいな。そうそう、世界見えるわ。シティ関連で。シティ関連。グリーリッシュ。グリーリッシュ。グッチとの契約解除。え、今やってんだっけ。思ったより注目されず。おい、なんでだよ。庄司あるかもしれない。コンプライアンス。契約解除ありそうっすけど、それは。それは。じゃあ、はい。サカ、グッチと契約。あー、なるほどね。ちょっと似合うかも。でもね、違うね、サカね、ビトン。ビトン。あー、結構分かれるよ、分かれるのか。ということでいいですか、じゃあ。久保、今回も全身ビトン。またしても。そう、久保もビトン多いですよね。クソデカビトンばっかり。じゃあラスト1周ぐらいにします。ラスト1周ぐらいするか。これ、当たったらすごいわ。どんなパターンでもいい。プレミアの選手と誰か。チンポ出る。あー、映っちゃったみたいな。映っちゃった系ね。あるチンポ。あるチンポは。たまに出るじゃん、チンポ。チンポ出ますよ、たまに。たまにあるじゃん。なんかあのスパッツの間からポロみたいな。あー、なんかでチンポが出ます。なんかでね、どっかで。どっかのなんかでチンポ。怖い。でもマジで5億点ぐらいですよ。半端ないよ、チンポ出たら。チンポでも何回チンポ言うっすか。もういいって。これはいいなぁ。やっぱこういうのをやって、怒った時に、うわ、この動画のこれ、本当だったじゃん。が一番理想的な展開だから、その種をまきたい。確かに確かに。じゃあちょっといいっすか、じゃあ僕最後に。はい。これは起こるかな。どうだ。アーサル優勝。おお。待ってたでしょ、これは。書いたな。もう俺は最後に残しておきましたから。やるのこれ。これはもうやって、もう負けてもいい。これ1ポイントだけでもいい。ただもうこれを書いて僕は。ちょっと締めようと。今もう増水出てるから分かるこれ。もう増水だからよこれ。じゃあこれで締めるかな。はい。これは。はい。じゃあはい。はい。これでおしまいですよ。はい。どう。アーサルシールベスト16。お前さぁ、こっちに使うなよ。絶対シールと思った。いやいや、シティ3冠とかでいいじゃん。そしてもグループリーグが突破させてくれた。点取りに行くなよ、点って言わないでください。この中の1個ぐらいが当たってたら、マジやばいです。いや、当たるでしょ。当たる何個何個当たるんだろう。何個あげたんだろうね。相当そんな結構あげた。何個だろう、マジ1人10あげたから。そんぐらいいきましたよ、マジで。当てれるな。てか、マジあれっすね、誰か自伝当てたいっす。自伝当てて。ちょっとかすってたみたいな。自伝のタイトルはもう米欄書いてください、マジで。当たったやつ言ったらめっちゃいいのをします。はい、というわけで。はい。じゃあ、まあ、また遊びましょう。オッケー、楽しかったです。はい。ありがとうございました。イエーイ、バイバイ。